孫鶴慶は、大韓民国の政治家で、民主党代表、景気道司教軍生まれ、景気高等学校、ソウル大学校政治学部を卒業、オックスフォード大学で、政治学博士の学位を受けた。学生時代以来民主化運動に加わり、政治外交学者となった後に政界に転身、保健福祉部長官、景気道知事、統合民主党代表を歴任した。 民主党上任顧問。新政治民主連合上任顧問。国民主権改革会議議長。現在は正しい未来党代表。軽機動司教軍で教師をしていた孫、ビョンファとその妻やニヒョンジャの間に、十人兄弟の末っ子として生まれる。彼が4歳の時1950年に父は交通事故で死亡した。その後はやもめになった母に育てられる。 母から、市範学校に進学したいかと誘われる。1959年、景気中学校に入学。吹奏楽部に入部し、トランペットを担当。1962年、景気高校に進学して、演劇活動を始める。1965年、ソウル大学校分離大学政治学部に入学し、分離大学演劇組で活動する。 大学一年生の時日韓条約に反対して断食の座り込みをした。1966年、韓国肥料作家カ密輸球団デモに参加して、無期停学処分。その後間温度タ全軍の皆城炭鉱で、通常は使うことのできない石炭のクズを選別して下ろす、仕事をしていたが、トイレにあった新聞の切れ端を見て自分に対する、 定額が解けたことを知り学校に戻った。この際に、放課大学の長英来、近近安志らと出会い、一緒に運動する。1969年には民主化運動と関わって1年以上、投獄などされたが、大学4年の時に軍に入隊し、35ヶ月間の軍隊生活を過ごした後、陸軍兵長で除隊した。1973年、 ソウル大学校政治学科卒業後、先輩の功績役と労働運動をはじめ、旧労工業団地の電子会社などに偽装就業する。以後、都市産業選協会のパク・ソン・ギュ牧師と共に、生計が湧いた村で、貧民運動を展開した。仲間たちは皆拘束されたが、すでに2回も投獄されていた。彼は2年間の逃避生活をし、荒仕事や、 溶接作業などをして食いつないでいた。この間、彼には200万ウォンの懸賞金と2階級特進の報酬がかけられていた。その後逮捕されたが、事件が終結すると、すぐ釈放された。釈放後、彼は、韓国キリスト教会協議会人権運動幹事を引き受けた。1979年、釜マ事件の真相調査のために、バサンへ行くと、 海原司令部に逮捕されて連行された。兵士らに二日間取り調べを受け、失踪として処理され、殺されそうになったが、ちょうど、僕正規大統領が死去したために釈放された。1980年、英国教会から与えられる奨学金を使ってイギリスに留学した。しかし同年に、公衆事件が発生し、ソウルの春が、 軍事政権によって挫折させられると、韓国に帰国して、私たちの娘、ケンさんという本を刊行し、民主化運動を活発化させようとした。1988年、オックスフォード大学大学院で政治学博士の学位を受け、翌89年に、人科大学校と西江大学校で政治外交学の教授になる。1993年、 政界に進出することを決心した。西江大学校での最後の授業時間には、私が何になるかどうかではなく、私がどんな仕事をするかどうかを見守ってくださいと、学生たちに語り、これをザウの命としたという。こうして、第14代国会議員補欠選挙で、民主自由党から出馬し、政治家になった。 1995年から1996年までは民主自由党、新韓国党スポークスマンとして活動した。第15代国会議員選挙で再選、新韓国党政策調整委員長を引き受け、主要国家政策に対する政党間協議を活発化させるなどし、 この能力を認められて1996年11月、第33代保健福祉部長官に就任した。仕事ぶりが良く、同部の公務員から一番一緒に働きたい長官で、選ばれた。この後、第16代選挙で参戦された。2002年6月13日の、第3回全国同時地方選挙で、景気道知事に、当選、2006年まで、 第31代系機動知事を務める。2007年3月、半奈良党を離党後、同年6月17日、ソウルオリンピック公園オリンピックホールで、先進平和連帯を旗揚げ、2ヶ月後の同年8月に、大統合民主新党と統合した。同党の大統領選の予備候補に出馬したが、落選した。2008年1月、同党の代表に選出された。 翌2月、民主新党と民主党が統合して、統合民主党が誕生し、僕総知と共に、同党の共同代表に就任した。2008年4月の総選挙に、統合民主党の国会議員候補として、小6から出馬したが、半奈良党の法部里候補に、僅差で敗れる結果となった。総選挙翌日の記者会見で3ヶ月以内に、 行われる代表選挙には出馬しないことを表明した。落選後、党代表を退任し、常任顧問として一戦から退いていたが、2009年以降、政治活動を活発化させ、2010年10月に行われた、党代表と最高委員を選出するための、党指導部選挙に出馬、低党 A や前代表の定与人しら有力候補を抑えて、 民主党の新代表に選出された。2011年3月30日、4月27日に、景気道城南志本東区落選挙区で行われる、国会議員補欠選挙に出馬することを表明した。同選挙区は、今回補欠選挙が行われた3選挙区中唯一、ハンナラ党が議席を持っていた、選挙区で同党の伝統的評伝であった。 その選挙区から民主党代表が出馬したことで、現政権と最大野党による真正面からの対決となった。選挙の結果、半ラ党元代表の教材渡るを抑えて、当選を果たし、民主党内に一定の足場を築くとともに、来年12月に予定されている大統領選挙における野党側の有力大統領候補に浮上した。2011年10月4日、 ソウル市長補選の野党陣営の予備選挙で民主党国会議員が敗北した責任を取り代表の辞意を表明するも翌日民主党の総意で撤回するソウル市長補選後の11月3日12月までに来年の総選挙と大統領選挙に向け民主進歩勢力を統合した民主進歩統合政党を結成する考えを示した 2011年12月16日、民主党と市民統合党及び韓国労部差が統合して民主党合党差が結成された。同日、大統領候補者は党指導部の職にはつかないとの規定により代表の座を退いた。2012年4月の総選挙後に行われた党指導部選挙では中道系の金ハンギルを支援した。6月14日、 年末に予定されている韓国大統領選挙への出馬を表明した。しかし、民主党の大統領候補を決める予備選では、党首流派の支持を受けたムンジェインに大差で敗れる結果となった。2014年3月に民主党と新政治連合が合同して、新政治民主連合が結成されると常任顧問に就任、同年7月30日に行われた。 国会議員再補選では、水原市平選局から、党公認候補として出馬したが、セヌリ党候補に敗北。再補選翌日の31日、政界引退を表明した。しかし2016年10月20日に、政界復帰を宣言、同時に共に民主党を離党した。2017年1月22日、政治結社。 国民主権改革会議を旗揚げして議長に就任、大統領選挙に向けた動きを本格化させた。そして2月7日、国民の党との統合を宣言した。2018年9月2日、正しい未来党代表に選出された。2019年8月7日、徴用控訴訟問題や日本による輸出管理体制の見直しで急激に悪化した日韓関係について、 物質的賠償要求を放棄して、精神的な歴史生産を要求する方式で、道徳的優位に立った外交を使用などの提言を行った。一方、北朝鮮と連携し、南北平和経済で日本に追いつこうと提唱するムンジェイン大統領に対してはいつ実現するかもわからないとして批判を行った。つまりユニョンとの間に二助。ユニョンとは、 大学三年生の時の合コンで出会い、七年、恋愛した末に結婚した。民主化運動のために逃避生活中は、妻と過ごす時間が足りなかったという、孫鶴慶公式ホームページの、を元に作成した。関連書籍、民主党ホームページ、半奈良党が、圧勝民主党は惨敗挑戦日報、大統領選、孫鶴慶氏が、 半奈良党離党朝鮮日報、孫鶴慶氏、民主新党の新代表に、朝鮮日報統合民主党の孫代表、次期代表選には出馬しない。連合ニュース最大野党民主党代表に、孫、鶴慶氏、党大会で選出マイナス2010、10、0318時36分、配信連合ニュース、民主党、孫鶴慶代表補欠選挙出馬を宣言。 KBS ワールドラジオ2011年3月31日。韓国補選で、与党敗北、民主は、次期大統領選に、弾みから連合ニュース2011年4月28日午前1時3分、配信韓国民主党代表、野党候補勝利に、最善イコール G 撤回。連合ニュース2011年10月5日。 韓国最大野党代表年内に民主進歩大統合の浸透結成。連合ニュース。http ジャパニーズ、ヤンハッピーニュース、CO、KR、ヘッドライン、2011、11、03、02000000、AGP2K111 兆1030億170万882、HTML2011 年11月19日、閲覧。 野党が統合、民主党合盗が発足。KBS ワールドラジオ。h t t p r、ki. k i k b s c o k r j a p a n e s e n e w s n e w s p o d ディ a ー l htm://41811&id=、no、ポページー =12011 年12月18日、閲覧。 新代表にリモト首相イコール大統領選へ、ムンジェイ西はずみ韓国最大野党。時ジ時ジ .com。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc キーコール、cc%b1%bc%e7%c5%fd%b9%e7%c5%、e、で K イコール20万1206、2兆120億6090万2382012年6月14日閲覧。民主党強盗の孫、鶴慶氏韓国大統領選出馬を表明。連合ニュース。http ジャパニーズ、ヤンハッピーニュース、CO、KR、ポリティクスに、2012、06、14、09000000。 AGP2K120 兆6140億300万 882HTML2012 年6月14日、閲覧。ムンジェイン氏、最大野党候補に、イコールヤス氏との一本化加速へ韓国、大統領選。時ッ .com。 http://www.jiji.com/.jc/.c.g=int30&k=2 兆120億9160万1232012年9月17日閲覧の連合ニュース http:/www.yanhappynews.co.kr.politics2014 07、09、0 5 0 2 0 0 0 0悪霊アクレ 2K140 兆7091億5780万1、HTML2014 年7月12日閲覧。最大野党の重鎮が、引退宣言時期大統領選に影響か、イコール韓国。連合ニュース。http ジャパニーズ、ヤンハッピーニュース、CO、KR、ポリティクスに。 2014-07-31-09-00-00-00-00-AGP2K140 兆7310億260万 882HTML2014 年8月1日閲覧。ハンギョレ http コロンスラッシュスラッシュ www.hani.co.kr スラッシュ rt スラッシュポリティックススラッシュアッセンブリースラッシュ7 6 6 5 9 1 h t m l に零一七年二月七日閲覧孫鶴慶氏旧体制の生産掲げ国民主権会議旗揚げ東亜日報 http://japanese.donga.com ス,スラッシュ,スッシュリストスラッシュ3スラッシュ01スラッシュ27スラッシュ831853スラッシュ12017年2月7日へつらんとは日報。 http コロンスラッシュスラッシュニュースドット d o n g a ドットコムスラッシュ r s s スラッシュフィードスラッシュサンスラッシュオールスラッシュ20170207スラッシュ82747025スラッシュ1アトモソースイコール dlvr イットアンドあともミディアムイコールツイッター2017年2月7日閲覧正しい未来等の新代表に孫鶴ケー東亜日報 2018年11月8日閲覧。韓国野党代表、文政権、日本の賠償法規種歴史生産要求すべき。中央日報。2019年8月7日閲覧。ありがとうございます。